レイダーズはいつだって敵襲に備えているのに。
順番にあげるわ。ミジェットと他人と、それからミジェットよ。気になるわ。でもそれを解明するのは後回し。今は敵の顔面に弾丸を打ち込むことの方が先決よ。大嫌いだぜ。しているでしょ。新しい怪物を作るだけの要領はないから、クローンを何体か出してあげる。走れ走れ。狂犬病の薬をブリックが飲まない理由はどうでもいいとしても、セイレーンの起源やボルトとのつながりなどは気になるわ。でもそれを解明するのは後回し。今は敵の顔面に弾丸を打ち込むことの方が先決よ。ブリックは人間の兵士の家族に保証金を支払うのにうんざりして、ローダーを戦闘用にプログラムしたそうよ。こいつは笑えるぜ。
Ah!